岡山の劇団に今年96歳を迎えた看板男優がいます。今でも新たな挑戦を続け、芝居への情熱は衰えることはありません。芝居に命を懸ける男性の思いを取材しました。もうすぐ100歳だね。ね、100歳近い俳優がおらんでしょ、もう。ね、わしがね、ここまで生きられてるのはね、結局、まあ、綺麗に言えば、老いぼけしの舞台を愛してる。岡山市に住む岡田忠夫さん。老いや認知症テーマに演劇をする劇団老いぼっけしの看板俳優です。兄ちゃん、兄ちゃんだよね。兄ちゃんに会えるとは思ってなかった。88歳の時、劇団を主催する菅原直樹さんと出会って以来、監督と役者として多くの作品を世に送り出してきました。いくさん、岡田さんは長年にわたり認知症を患う同い年の妻の介護を続けてきました。しかし症状が進行したため、妻は1年ほど前施設から戻ってこられなくなりました。あ、そう。岡田さんも笑いおるけど、喉に詰まったら困る。あ、食べたい。はい、食べたい。はい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 、はい、おいしい。今は自宅で一人で暮らしている岡田さん、はい、自身もヘルパーの手を借りなければならなくなりました。岡田さんは今年新しい芝居に挑戦しました。菅原さんの念願だった認知症の人や障害がある人が舞台に立つ新しい演劇です。演劇に出会ったら化ける人がいるかもしれない。で、岡田さんっていうのはすごくその魅力が詰まった人なんですよね。88歳で演劇に出会って今も演劇を続けている、まあ、そういう稀有な存在の岡田さんに会ってもらいたいんですよね、いろんな人たちに。スタート。菅原さんは演劇によって生き生きと輝く岡田さんのように、舞台の上に生きづらさを抱えた人たちの居場所を作ろうと考えていました。2日間泊まってもらいます。はい、はい、で今日は移動だけ、洋服とかね、準備しようかなと思います。あ、そう、はい、まだ映画の企画始まったばっかりです、はい、岡田さんは観客により良い芝居を見せたいと全力で稽古に取り組みます。それが監督という本業ですから。この夜、岡田さんは菅原さんに思っていることを話しました。一瞬楽しくなかったこともあります。岡田さんは芝居にプロの劇団員を役者として出演させてほしいと願い出ました。もともとでもね、オーボエスの劇団員ですよ。そうです、そうです、ね、だから足がもし監督だったらですよ、はい、新しく入ったね、泣きの人誰か知らんけど、その人を削ってね、ずっと前からね参加してるね。でも今日は、今回違います。そういう趣旨ではないですか。それは理解できません。わしは出演者は初心者ばかりで、セリフが覚えられない人もいる。観客に中途半端な芝居は見せられないと岡田さんの不安が吹き出したのです。監督はね、ありがとうございます。岡田さんは認知症の人や障害のある役者たちの引き立て役に徹しました。本当にありがとう。兄ちゃんちょっと待って。予定通りに動けない役者たちを岡田さんはアドリブでサポートします。
ちゃんと会うと、あの映画に行くって言ったからね、で一緒に行くわよ。あれ舞台の上には認知症や障害があっても自分らしく輝く役者たちの姿が。岡田さんは劇団が目指した新しい演劇の意味をかみしめました。おかじい誕生日おめでとう。いやおめでとうございます。おかじいが大好きなやつ。これはどなたがくれた。僕はね、全部好きだけども漬物が大好き。岡田さんの96歳の誕生日、今年は仲間たちが祝ってくれました。ね、それでもね、これみんな好きなんだけど ね本当にね、愛があるから喧嘩もできるのよ。本気の舞台が命。それとすがれでだったらくっついていけるわ、あいつだったらと。大きな可能性を秘めた演劇の力を信じ、岡田さんはこれからも舞台の上から命の輝きを届けていきます。